ました。これよりゴンドラは山頂奥の院駅を後に山麓クロンジェ駅へと進んでまいります。お客様には小鳥の声をお聞きいただきながら下ってまいります。眼下に見えます大きな川は日本三大急流の一つ富士川でございます。富士川沿いには中部横断自動車道につながる橋が建設されており、沿線が開通しますと長野県の佐久小諸ジャンクションから静岡県の新清水ジャンクションに至る132キロの自動車道となります。ここでロープウェイのご案内をいたします。富士山の山頂より朝日が昇るダイヤモンド富士鑑賞会はロープウェイでは年2回春と秋に行っており、次回は10月の1日2日3日の3日間早朝5時より営業いたします。引き続き横の日には15夜のため夜間特別営業いたし、山頂にてお月見鑑賞会を行います。その他イベントは通年を通して行っており、詳しくはホームページにてご案内しております。直接お電話いただくかホームページをご覧いただき足をお運びくださいませ。平成21年5月身延山久遠寺の境内には約130年ぶりに五重の塔が覆面の塔として再建され、その高さは38メートルと全国で4番目でございます。五重の塔が建設されたことによりロープウェイ下の静心駐車場から久遠寺境内には車高エレベーターが運行されるようになり、とても便利になりました。また久遠寺境内より下りエレベーター手前には当ロープウェイ直営売店がございますので合わせてご利用くださいませ。前方よりもう1台のゴンドラが近づいてまいりました。進行方向右側にてございいたします。87段の階段を一段一段登ってまいりますと総本山身延山久遠寺の境内へとつながります。この階段は南無妙法蓮華経と7段階に分かれておりまして、悟りの境地に至るということから菩提天と名付けられております。進行方向右斜め下には日蓮宗総本山身延山久遠寺の数々の大伽藍、12の坊、20の宿坊、門前の町並みと50の塔が見えてまいりました。この地は遠く700年の昔、日蓮大聖人が御年53歳から9か年法華経の行者として崇高なご生活を送られたところでございます。やがて病が重くなられご静養のため常陸の国へ赴かれる途中、現在の東京池上において波乱大きご生涯を閉じられたのでございます。その御臨終に入り日蓮が弟子なんならはこの山を弟として参るんです。一連はたとえ伊豆国で知り候とも赤尾は身延の山に立てさせるため未来在までも心は身延さんにするべく候
とご遺言なされたことがこの地を一年衆総本山の霊地として後世まで残すこととなったゆえでございます。右手に見えます大きなお山は高取山でございます。その麓には一蓮大聖人の御霊を祀る御廟と、さらに在し日のご生活ぶりがしのばれる御草庵などがございます。まもなくゴンドラは黒地駅到着でございます。本日のご乗車並びに奥の院四神閣ご参拝誠にありがとうございました。またの日のご来参をこのお山よりお待ち申し上げております。どうもお疲れ様でございました。